様こんにちは。スピーチュアルライフコーチングカウンセラーのエミリーです。はい、今日もね YouTube 配信始めていきたいと思います。今日はカードリーディングです。久しぶりにカードリーディングになります。今日はねこの女神のガイダンスのオラクルカード、これをしたいと思います。なぜかというと今日ね朝ちょっとお掃除をしていたら後ろにねたくさんこういうカード置いてあるんですけども、なぜかこの女神のガイダンスのカードさんがパタッと落ちたのでカードリーディングまだちょっと先にしようかなと思ってたんですが、こちらでリーディングをお届けしたいと思います。よろしくお願いいたします。ちなみにねこのカードを使うのはすごい久しぶり、何年ぶり7年ぶりぐらいかなっていうようなカードになります。今日は7月の、ね2日になりますので、7月入った第一発目の YouTube になるから、ちょっと7月の、ね、7月のエネルギーをお届けしようかなと思っております。はい、ちょっと今切っておりますが、まだちょっとねストップかからないのでまだかな、しばらく使ってなかったからね。まだだね、まだ来ません、誰からも言われません。ここだって、はい来ましたね。ここなので、3枚ねカードを引きたいと思います。はい、今3枚カードを引きました。皆さんはね、今日どのカードをお選びになりますか？1番、2番、3番です。1番、2番、3番です。さあ、インスピレーションでねピピッときたカードを選んでみてください。大丈夫ですか？じゃあ始めていきますよ。こちら1番のカードを選んでくださいました。あなた、じゃん、何ですか？グリーンターラ、グリーンターラのカードが出ました。ちょっと見てみましょう。こちらねグリーンターラ、仕事の分担、自分一人で何もかもやろうとしないで周りの人に助けを求めましょうというカードですよ。グリーンターラからのねメッセージを読ませていただきますね。自分の許容範囲以上のことをしているために心の中で怒りを感じている時には、自分のためにも周りの人の人のためにもなっていません。じっくりと考えたり休んだりするための自分の時間を持つためには、自ら助けを求めなくてはなりませんと書いてありますね。やっぱりねちょっと自分にね休憩を与えるとか、自分の許容範囲を超えちゃっているようなものはね、ちゃんと話をして、まあ、これ以上できませんっていうのもあれですけども、きちんとね話をするということ、自分一人で追い詰めないで、自分で考えないで、コミュニケーションを取りながらやっていきましょうということになりますね。カードの意味読みましょうね。スーパーマンやスーパーウーマンになろうとしない子供にお手伝いをさせる、パートナーに助けを求める、与えられた助けを受け入れるなどがあります。なので、自分一人でやらないように、自分で全部しようとしない、自分でできようと思わないっていうことですね。ヘルプをもらいましょうっていうカードになります。グリーンターラのカードでした。はい、次ですね、2番目、この2番を選んだあなたです。じゃん、何でしょう？マウのカードです。マウのカードが出ましたね。はい、こちらですね、マウのカードを選んでくださいましたあなたです。母なる地球というカードになりますよ。環境問題に関わるように導かれています。メッセージといたしましては、再び土、空気、水との親しい関係を深め、母なる大地を元の美しい状態に戻すことほど、今日においてこれ以上素晴らしいことはありません。
物質に頼る生活において、この地球はかけがえのない活動線ですというふうに書いてありますよね。やっぱりこう地球環境とかね、いろんな自然っていうことに携わるっていうことを今求めているのかなと思いますよ。まあ機械的にねとかいろんなことにというよりも、自然体、自然でいることっていうのを取り入れてみてはいかがでしょうか。このカードを選んでくださいましたあなたです。カードの、ね、意味としてはね、あなたの人生の目的は環境問題に関わること、地球に優しい商品を使う、リサイクルについて考えるっていうふうに書いて、ちょっと現実的な話になっちゃうけども、やっぱりこうね、環境というか自分の生活環境の中に自然を取り入れるっていうことをしていくといいと思いますよ。このカードを選んでくださいました。またマウのカードが出ました。はい、次ね、最後です。この3番のカードを選んでくださいましたあなた。じゃん、こちらのカードになります。なんだろう、マザーメアリー、マザーメアリーのカードが出ました。じゃあこちらもね、読んでいきますよ。マザーメアリー、聖母マリアですね。こちらのカード、奇跡がやってくる、あなたの願いが天に届き聞き入れられることを信じてください。こちらのカード、マザーメアリーです。信じる力はこれからあなたが進む道を照らしてくれます。信じることができないと将来に不安を感じるでしょう。ですから心の中を信じる力でいっぱいにするように、何らかの方法を取ることが大切です。自分自身に、そして他人に対しても希望を失わないように、あなたの魂の中に信じる力の炎を燃やし続けましょう。このカードですね、聖母マリアのカードが出ました。信じることですね。今あなたの方に奇跡がやってきています。あなたがやってきたことは正しいというカードになりますよ。信じることは救われる、信じることはつながりますので、ぜひ自分を信じて信頼して、そのことに進んでいってみてください。こちらのカードを選んでくださったあなたになります。こちらのカードの意味はね、心配しない、思考をポジティブにする、神からの導きに気づいて従う、祈る、スピリチュアルな癒しに関わるっていう感じに書いてありますので、まあ、信じるってことね、自分が感じているもの、直感であってもいいですし、思考の中に出てくるようなものでもいいですし、それを信じ、感じてやっていきましょうというカードになります。聖母マリアのカードでしたね。はい、今日はね、この3枚のカードが選ばれました。こちらのね、天使のガイダンスのオラクルカードを使ってリーディングをいたしました。3枚総称とすると、まあ、グリーンターラさんでやっぱりね、いろんなこととか7月入ってきてやることいっぱい出てきてるんですよね。自分の道が決まってきてるから。でもできないものはできないって言うとかね、その休憩をしながらっていうことに何でしょうね、自分で一人でやらないでっていうことを意識しながらね、あとはその中でもこう自然に戯れながら、仕事ばっかりじゃなくって山に行ってもいいし、何だろう、そんなことしなくても瞑想するとかでもね、自分を浄化するとかでもいいと思います。そんなことに関わりながらね、こう自分を信じて自分が邁進しようとするような道に進んでいきましょうということになりますので、6月はね、結構こうどうしたらいいのかなって道を選択するっていう感じだったんだけども、7月はその道にね、選択した道に進んでいくっていうことになりますので、急いでいかないで、ちょっと休憩しながら、できないものはできないし、できるものはできるしっていうところで自然にね、触れながら自分が信じている道を進んでいきましょうというのがトータルリーディングになります。はい、そんなわけで今日の、女神からのね、ガイダンスというところでリーディングをさせていただきました。久しぶりにやったんですけれども、なかなかいい感じのカードリーディングだったかなと思います。またね、月に1回ぐらいはね、カードリーディングをしていきたいと思います。はい、じゃあ今日のカードリーディングはこれで終わりになります。はい、それでは今日の竜様です。じゃーん、今日のね、竜様はグリーン、
グリーンの竜様と一緒にお届けをさせていただきました。グリーンのね竜様が今日はねこう輪っかにねくるくるっとなっていたんですけども、途中途中こう輪っかがね丸くなっているのが崩れたりとか、また輪っかになったりとかするような竜様と一緒にお届けをさせていただきました。いろんなことのね調和っていうことだと思います。調和とか調整とかね、ちょっとついたりとか離れたりとかっていろいろこうあるところがあると思うんですけども、あんまり気にしないでね調整を取りながらうまくやっていきましょうっていうところが今日のメッセージになります。リーディングでもね同じ自分が進む道っていうところでも、休憩したり自然に戯れたりでも自分がやることをやっていきましょうということで、調整をしながらねそこを道に邁進していきましょうということとなんとなく似ていると思います。そんな今日はね竜様からのメッセージになりました。はい、ということで今日の YouTube 配信はカードリーディングになりました。またね来週の金曜日にお会いいたしましょう。また何かちょっとやってほしいなってものがあればリクエストぜひくださいね。7月もねまた満月ヒーリングやって行っていきますので募集いたします。また来週ね詳しいこととかもお届けしていきますので、よろしければねホームページご覧ください。はい、それではまた来週金曜日ねお会いいたしましょう。インスタライブでもお待ちしてます。毎週土曜日です。それではまたね。はい、じゃあね、バイバーイ。